はい、皆さんこんにちは。今回もですね、パーティーモードのコミュニティで遊んでいきたいと思います。さあ、それではね、皆さん戻ってきたので、早速やっていきたいと思います。では、始まりました。さあ、楽しみですね。やっていきましょう。さあ、こちらノームーブですね。はい、まず最初の国は、これはロシアかな？まあ、モスクワに見えますけど、普通にこれは。モスクワでいいんじゃないですか？うん。はい、続いてはこれは黄色のナンバープレートなんでコロンビアかな。うん、コロンビアクロスもありそう。これはコロンビアですね。おお、はい、南部でした。さあさあ、まあ、ここまではね、まだ全然差がつかないと思うんですけど、まあ、倍率がね、始まったら差がつくんで、まだね、気楽にやってていいと思うんですが、こちらは？これどこ？スロベニアとかオーストリアに見えるけど。誰もスロベニア置いてないんで、じゃあスロベニア置きますかね。お、当たった。うん、まあこれはよくスロベニアでよく見る建物ですよね。まあオーストリアにもあるから、うん、まあどっちとは言いにくいんですけど、さあこれは、ルクセンブルクですね。はい、まあこの黄色い看板、これはルクセンブルクです。まあ、ナンバープレートも黄色なんでね、これはルクセンブルクだと思います。はい、さあ続いてはチリの電柱がありますね。チリのこれはですね、まあ南の方かなと思います。コンセプションとか、うん、どうかな、ここら辺ちょっと行ってみますか。まあ、チリはね、北部はすごい乾いてて、南部は、まあ、ちょっと山がちっていう特徴があるので、まあ、北部ではないと思います。まあ、南部のどこら辺かっていう。まあ、サンティアゴ周辺もあると思いますね、全然。うん、はい、サンティアゴ南部でしたね。まあ、ちょっと南行きすぎたかな、これは。うん、まあ、コンセプションぐらいまで行くともっと山がすごいっていうことですかね。はい、続いては、さあこれは何語、言語詳しくないんでちょっとわかんないんですが、シンクって書いてありますね。さあこれでも白しかないですね。ただノルウェーの国旗がありますね。これノルウェーの国旗ですね。ノルウェーの、いやこれ普通にオスロとかどうかな、なんか栄えてそうだし、まあ海沿いではあるとは思うんですけど、どうですかね。これどこですか。ほう、すごい、こんな近くまで行ける、すごいな。はい、続いてはこれは、さあまた来ました。ただ今回はブラジルですね。ブラジルでこれ、電話番号は、電話番号がない、困ったな。いやーわかんない、これどこだ、適当に置いときましょう、分散して。いやーこれアクレスか。うーん、アクレ街中が出ちゃうとちょっときついですね。うん、
はい、そしてこれはガーナーですね。テープ、まあ綺麗なので南部かなと思います。ということでアクラ置いてみましょう。うん、アクラでしたね。はい、続いてはこれなんだ。いやー、こういうのきついな。ただ、南アフリカかな？ですよね。いやー、これは南アフリカでよく見るやつなんですが、いやー、これ難しいな。こっち側かな？どうだろう。うん、OK。よし。あぶねー、最後の最後で。うん、近づけた。OK、OK。はい、続いては？さあ、短いナンバープレートに、これ八角形電柱かな、メキシコですかね。微妙。ただこれはメキシコの電柱ですね、明らかに。うん、いやー、メキシコで結構乾燥してるように見えますね、これは。なのでここら辺ですかね。いやー、どれくらい乾燥してるかが分かんないな、これ。電話番号とかもあるように思えないですね。まあ誰かがね、北部行ってくれてるので、はい、ここら辺にしときましょう。 OK。 うん、いやー、強いな。そう、乾いててもね、意外とそんな北部だったりしない時がね、結構メキシコはあるんですよね。さあ、白い車にこの景色。うん、まあ、東南アジアですよね。いやー、どこだ、フィリピンかな、どうだろう。フィリピン南部とかどうでしょうか。インドネシアとかもあると思います。うん、フィリピンでしたね。いやー、南部は南部だったけど、ダバオではなかったか。はい、続いて左側通行で、まあ南アですか、これも。うーわー、これもここら辺に見えますね。うん、どうでしょうか。おお、もっと来たか。うーん、難しい。さあさあさあ、続いては、いやー、これは無理じゃない？このボラド知らないぞ。いやー、これは分かんない。誰か教えてください。これは分かんないです、私。これ分かるの？全然分かんない。チェコ、スロバキアとか置いとく？全然分かんない。これどうだろう、全く分かんないです。どこでしょう、これ。オーストリア。いやー、分かんないけど、割ってる人いる、すごい。これでオーストリアわかんのか。いや、ちょっとわかんないですね。さあ、続いては日本ですが、いやー、わからない、これ。日本のどこだ。文字情報なし。早いな、置くの。いやー、どうだろう、九州とか置いちゃおうかな。全然わかんないけど、どうだろう。うわ、東北だった。難しい。
いやーでもすごいですね。めっちゃ近いですね。いやめっちゃすごいですね。はい、続いてはこれはウルグアイかな。まあ、電柱のポールトップがウルグアイに見えるんで、ちょっとウルグアイ行ってみようかなと思います。うん、はい。いや、これで7倍だとめっちゃ食らうな。やばい。さあ、ラウンド16、めちゃめちゃ続いてます。熱戦です。さあ、ここまで来たな。勝ちたいけど、さあ、これはどこだ、わからない。これはわかんないです。私、これどこですか。プライベートの英語ですね。オーストラリアとかかな。アメリカか。普通にアメリカか。まあ確かに普通にアメリカだな。アメリカだったら、ユタとかコロラドとか、どうかな。うわー、もっと来た。いや、ただ、めちゃめちゃ、すごい、勝った。よし。味方のおかげで勝利することができました。はい、ということで今回の動画以上になります。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。